11月19日日曜日宮城仮面アリーナ仙台にて空道の2023全日本無差別選手権大会が開催される空道は道着と顔面防具を着用の上で頭突きや肘打ち道着を掴んでの打撃投げ寝技によって争う着衣総合格闘技だ同大会では目黒雄太が階級別全日本と世界選手権に続き 全日本無差別も制覇するのかに加え若手とベテランの争いにも注目が集まる動画目黒の過去の試合驚きのアクロバットな連続技本来武道とは母親の流れを組むものであり体格無差別で稽古試合を行うことが本文というポリシーに満ちたものであったがスポーツ化の流れで空道においても身長と体重の数値のは体力指数 によってクラス分けを行う体力別大会のみが国際大会では実施されるようになっている。そんな中、日本においては国際大会につながる予選大会の実施の必要のない年度の周期に限り階級分けなしの空道無差別大会が実施されており、体力指数差が大きい20以上ある場合、体力差を埋める技術として双方の選手にコンビネーションの一環としての使用に限り、 金的下痢が認められるという独自ルールが存在する。武道の本文を追求したこの大会の頂点を極めることは、世界選手権で優勝することと並ぶ価値を持つと言って良いだろう。19年以来4年ぶりの開催となる全日本無差別選手権だが、世界選手権が5月に終わり、多くのトップ選手が一区切りをつける裸期での開催ということもあって、岩崎大河。 2023年5月開催第6回世界選手権270クラスクラス優勝。近藤水希第6回世界選手権260クラス準優勝。ら、重量級のトップファイターは出場しない。一方で、軽量級の選手の中には、全日本無差別で勝つことは、階級別大会で頂点を得ることとは全く別の、あるいは階級別大会で頂点を得ること以上の勲章。 と考えている選手も一定数存在し、メグロユタなどは世界選手権当日230クラス優勝を決めた直後のインタビューですでに今後の楽しみは全日本無差別です。と意気込みを語っている。メグロが階級別全日本世界選手権に続き全日本無差別を制した場合、中、軽量級選手としては空見近い初のグランドスラム三大タイトル制覇達成となる。 また、他の視点としては、U19、高校生、カテゴリーで全日本や国際大会を制し、一般に昇格してきたばかりの選手たちが、これまで日本を引っ張ってきたトップ選手たちとどう戦うのかということが挙げられる。U19 からの昇格後3年以内のニューリーダー世代としては、2023世界選手権250クラス優勝の小野寺良太、21、を筆頭に、 2023世界選手権で230クラス準優勝の佐々木隆起。19、2021全日本230クラス準優勝の大西林春。21、昨年雄一9春秋全日本二冠王達成し今大会の東北予選を制した佐々木総一郎。19、今大会の関東地区予選を制した中上雄太郎。19、今大会の関東地区予選ベスト4の林光成、20、 遠藤遥ウ・ハル21、の7人が挙げられる。その彼らを、これまでの日本を牽引してきたリーダーたち、2015から2022年と全日本230クラス7連覇を達成し、半年前の世界選手権で悲願の初優勝を遂げたメグロ・ユータ、30、をはじめ、2022全日本240クラス王者にして、今大会の西日本地区予選優勝の伊藤総志、26、 2018世界選手権240クラスベスト4の服部昭子332023世界選手権同級ベスト4の寺坂翼磨272022アジア選手権270クラス優勝の西尾優樹302018全日本260クラス優勝の伊藤新太312023世界選手権260クラスベスト4の麦谷亮介 36、2014世界選手権270クラスベスト4の辻野公平。34、らが迎え撃つ。22歳未満の7人が、新しい空道のリーダーズとなるのかそれともベテランが待ったをかけるのか世代の闘争にも注目だ。